BIM とはビルディングインフォメーションモデリングの略称で、単なる立体を作るのではなく、壁や建具などの建築部材を使って設計することで、コンピューター内に建てた仮想の建物、3次元建物モデルに建物とこれに関わるあらゆる情報を集約・統合し、これを一種の建物データベースとして設計から確認申請、積算・施工・維持管理に至るプロジェクト全体で活用する建築手法です。 BIM を使った建築手法では、設計図書や管理台帳などの紙・ペーパーや二次元CADの成果物ではなく、3次元の建物モデルを活用します。まずは従来の二次元CADと BIM 建築設計システムとでどのような違いがあるかご紹介します。ここでは簡単な建物モデルの例として、 RC1000mm 角型の柱と RC 壁厚 200mm の壁を入力してみます。まずは二次元CADで作図します。グローブは二次元CADではありませんが、二次元CADと同等の作図機能がありますので、それらを使って入力します。いろいろな二次元CADがありますが、おおむねどのCADもこのような線や図形を使って入力し、各種の編集機能を使って作図するかと思います。続いて BIM 建築設計システムで同じものを入力します。 BIM 建築設計システムでは、柱は柱、壁は壁の部材やオブジェクトとして入力をします。各オブジェクトには名称や高さ、サイズなど様々な情報を持たせられます。二次元CADで作図したものも、 BIM 建築設計システムで入力したものも、平面図の見た目は同じ表現になりました。では 3D で表示します。ご承知の通りかとは思いますが、 BIM 建築設計システムで入力したデータのみ 3D が表示されました。続いて立面を見てみます。4つの画面で表示して、立面東側と立面南側を見てみます。 BIM 建築設計システムで入力したデータのみが立面の2画面で表示されます。当たり前の話ですが、2次元CADで入力したデータは3次元ではありませんので、平面は平面、立面は立面と各図面は別々に作図をします。 BIM 建築設計システムでは、平面でオブジェクトを入力するだけで平面図、立面図が完成しています。断面、展開、パースなども平面と同時に完成します。次にこの平面で入力したデータが持つ属性情報について見てみます。ここでは柱部分を選択します。まずは二次元CADで作図した方です。このように柱というよりも個々の線分の集まりとして認識されることがわかります。線分の持つ情報、プロパティとしては、レイヤー、線幅、線種、線色などの二次元CAD図面上の情報はありますが、柱であるというような建築情報はありません。続いて BIM 建築設計システムで入力した柱を選択します。平面だけでなく 3D 立面上も赤く選択状態になりました。4つの画面で分割表示されてはいますが、同一の部材、オブジェクトとして認識されていることがわかります。柱の持つ情報、プロパティを見てみましょう。柱の名称、記号、構造、材質、断面寸法、高さ、耐火性能など、柱としての建築情報が確認できます。これらの情報はこのように情報として見るだけでなく、必要に応じて図面上に表記することも可能です。それでは柱の断面形状を変更します。柱の断面形状を円形、直径を 800mm とすれば、平面、3D、立面、2面ともにサイズや形状が変化します。もしこれが二次元CADなら、3箇所の図面修正が必要になります。次に柱の断面形状を少し変形してみます。断面形状などは二次元CADと同じ感覚で編集できます。3次元設計なんてと難しく考えずとも、直感的に自由にデザインできます。続いて立面で柱の高さを変更してみます。
下場高2000ミリと入力すれば立面で高さが変わります。同時に平面上の表現が点線表記に変わりました。このように二次元 CAD では平面図、立面図などで建物を各面ごとに断片的に設計するのに対し、BIM建築設計システムでは一つの建物を平面、立面、断面、展開等任意の面で表示しながら設計を進めることができます。建物全体を総合的に設計することになりますので、設計の積み残しが発生せず完成度の高い設計が行えます。